おはようございます。4月8日金曜日の朝です。今朝もとても気持ちの良い朝です。窓全開でお送りしたいと思います。では仰向けになってください。床の上の体、床と体の接地面に気持ちを向けてください。呼吸を楽にして、体がどう動いているかなって観察してください。頭を左右に傾けてください。では適当なところで動きをやめてください。両膝を立ててください。今週ずっとやってきた動きですね。右手が左手に会いに、左手が右手に会いに、いろんな動きを混ぜてやっていきたいと思います。ではゆっくり右手が左に会いに行ったり、右手が戻ったら左手が右手に会いに行ったり、今週ずっとやってきてこの動き滑らかになってきたでしょうか。力を使っている感じ、よいしょという感じができるだけ生まれないような動きを探していってください。では両手が手の甲が床に戻ったら一旦お休みしてください。今度は右手が左手に合わさったところでストップです。そしてこの手のひらを合わせたまま右に行ったり左に行ったりします。この時のお尻の動きと肩甲骨の動きはどうですか？同じ方向に傾いていっているでしょうか？動きをちょっとタイミングをずらしてください。左手で左に傾いたところでストップですね。そして手が先に動いていって、お尻は後からついてくる。タイミングをずらしてください。これを行ったり来たり10回くらいやってください。手が天井の方に持ち上がった時にお尻はいつ動き始めるでしょうか？背骨はどの辺が一番大きく動いていますか？今度左で横になったら
お尻が先に動き始めてください。お尻が、右のお尻が床に近づいていって、その後で手が追いかけます。指先はいつ床から持ち上がるでしょう。無理なく楽にできる範囲でやってくださいね。骨盤が転がって、背骨が下から徐々に徐々にねじれていって、肩甲骨が持ち上がります。この動きも10回くらいやってください。今度、手が天井に向いているところでストップしてください。指先は左右に小さく傾けてください。指先ずれないようにしてください。そしてその逆の動きを、お尻が転がります。指先が右に傾いたときにお尻は左、指先が左のときはお尻は右です。この小さく逆に動いてください。これも楽な範囲で10回くらい。背骨はどう動いていますか？楽に楽に。では動きをやめて、両手両足を伸ばしてください。背中のつき方、お尻のつき方、足の感じ、最初と比べてください。両膝を立ててください。最初の動きです。右手が左手に会いに行ったり、右手が戻ったら左手が右手に会いに行ったり、この動き最初に比べて滑らかになりましたか？では徐々に徐々に足を伸ばしていって、で足が伸びたままでこの動きやってください。足が突っ張ったり、かかとで床を押さないでやってみてください。それでも体は滑らかに転がっていますか？徐々に早くしていってください。体が、関節が全部お互いに協力し合って動いてください。そうすると力を使っている感じがなくても転がることができますか？では動きをやめて、呼吸を楽にして今の体を観察してください。床と体の接地面、最初に比べて
体は床に柔らかくついているでしょうか。呼吸をしているときに体のどこが大きく動いていますか。頭を左右に傾けてください。ではゆっくり動きをやめていって起き上がってください。はい、今週の動きどうだったでしょうか。少し背中が柔らかくなりましたか。ではこの週末もっと気温が上がるみたいですけれども、楽しい春の週末をお過ごしくださいね。ではまた来週月曜日にお会いしましょう。いってらっしゃい。